くちゃんとしてくれよな。しかし彼らは飢え苦しみ涙した果てに立ち上がった民であろう。それをやれやれ、そんな調子じゃさっきの誓いもすぐに破れちまうぞ。いかにも我らの兄者となられたからには、乱世を進む気概を示される。ああそうであったな。我ら志と命を一つとし、この武この義で乱世を打ち払わん。行こう我が兄弟たちよ。黄金刀の領主強国を倒す、乱を鎮圧し平穏を取り戻すのだ。まずは討伐軍本体と合流する。黄金の将を打ち捨て済むのだ。本陣が陥落したら我らの敗北となる。急いで救援に向かうぞ。おお、よく来てくれた。なんだ幽兵、さっさと戦え。働き宇宙随一よ。で勝ったと思うなよ。敵将打ち取っちゃった。この俺が相手だ。クリッ。おお、ここで援軍とは憎いことをしてくれるの。身を逃してはならぬ。攻め抜け。所詮この程度よ。一気に押し潰せ。この乱は夕日への足がかり。我らも遅れを取るでないぞ。ここからは二手に分かれよう。私と翼徳は東へ、雲長は西を取る。分かったぜ。東ってことは討伐軍本体の方だな。助けてください。仲間が黄金刀に襲われているだ。おお、デイン、力ある女を使わせたまえ。何だ大使か。おい、お前ら気をつけろ。この先は
怪しげな術で進めないぞ。おお、よくやってくれた。おお、お前の戦、並大抵ではないな。おお、ここで援軍とは分かっておるようだ。この門を抜けてくるとならば、さらなる術で相手となろうぞ。お前は我が策に欠かせる。よくやった。その働き覚えておねえな、村を荒らす黄金もひでえけどよ。オラも黄金に混ざってたら、あん人らに切られてただか。兄者、お気を落とさぬよう。我らの戦、義にもとるものではござらぬ。そうだぜ、暴れるやつはぶっ倒していかなきゃ。収まるもんも収まりゃしねえ。そうかもしれん。しかし、私はあのような民の顔を見たくはないのだ。まあ、黄金の奴らがおとなしくなれば、つった民どもも楽になるだろうぜ。しかし、民を苦しめる元凶がついえたわけではござらぬ。ああ、これはほんの始まりに過ぎんのかもしれんな。